ッシュ、いかがだったでしょうか。キリカ役の熊島宝子です。とっても切なかったです。キリカはとても難しい役でした。記憶喪失っていうことで台本上もすごくセリフが少なかったので、その中からこういう子なのかなっていうのを自分の中で想像しながら結構意味深なセリフを言ったりするので、これはこういう解釈でいいのかな、いいのかなっていうのがたくさんあって、その中で、ミレイユとの会話とかの中から一生懸命自分でヒントを探して演じていくという感じだったので、最後の最後まで本当に、悩みながらやってました。印象に残っているセリフはいろいろあるんですけど、アドリブでキリカがよいしょっていうのがありまして、よいしょ、あれは台本でにはなかったんですけど、監督がここでよいしょって言いましょうっていうのがあって、日本人っぽくてよいじゃないですかっていうことで入れたのが最初で、その後なんかことあるごとによいしょって入れられそうな場所があったら自分で見つけて入れてもいいですよっていう感じで、なんかキリカのよいしょは結構好きでした。自分でも結構日常的によいしょって使ったりするんですけど、共通点といえば言えるのかなという感じですね。とても人数が少ないアニメだったので、本当に少ない時は私とミレイユ役の三石さんと、あとゲストの方が2人とか、そんな感じで、もう台本もセリフがすごく全体的に少なかったりするので、とても緊張しました。無意識金公爵っていう猫が出てくるお話があったんですけど、あの猫は実は私がやりました。いつもセリフが少ないからねって監督が、猫やらないってその場で振られて、もうドキドキで、言葉を喋る不思議な猫とかそういうのではなくて、リアルな猫だったので、もう本当に難しかったです。イントッカービレというお話が、イントッカービレというセリフがですね、結構ツボに入ってしまってしばらく流行ってましたね。我がイントッカービレ、あの回はすごく音楽も印象に残ってます。あと印象的な話数はやっぱり地獄の季節というキリカの初恋話のような回が、とても切ないお話で、なんかミレイユのだから言ったのにっていう最後のセリフも、もうとてもとても胸に痛くて、だから言ったのに、印象に残っています。音楽はそうですね、やっぱり自分でも日本語バージョンを歌わせていただいたんですけど、カンタベルメ、これがかかるともう一気に暗い気分になってしまいますこれから後半に向けてどん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 キリカは辛いことになっていきますけれども、めげずに応援よろしくお願いします。